はい、こんにちはシャンダイシンですえ今日のテーマはこちらですたまに難しい英語テキストに手を出してみるメリットという話ですあなたは今、自分が使っている英語テキストのレベルはどのぐらいだと感じていますか難しすぎる、ちょうどいい、ちょっと簡単すぎる、めちゃめちゃ簡単、どのあたりでしょうか、まあ、おそらく多くの人は えちょうどいいレベルかちょっと簡単すぎるぐらいから始めようかなって思ってる人がほとんどだと思います。でおそらくねあなたが今使っているテキストもあまり難しすぎるものではないものを使っている確率が高いかなと思います。 で確かにこれはすごくね大事なことなんですよ。あんまり難しすぎると、もう負荷が高すぎて嫌になっちゃって、で、英語学習が続かなくなってしまう。で、そうなってしまうと本末転倒なので、自分に合ったレベルを選ぶというのはすごく大事なことです。で、僕も自分の動画セミナーの中ではそういうふうに解説をしています。まあ、僕が作っている自分にぴったり合う英語テキストの選び方動画セミナーというね、セミナーの中では、各テキストの種類とか目的に応じて負荷が変わってきますので、その辺の負荷を詳しく解説してるんですね。で、その中でも、 あまり負荷を上げすぎないようにということをねお話をしていますがその上でですね基本はレベルを上げすぎないようにちょうどいいところを狙いつつたまにはちょっと難しめの英語テキストに手を出すのもメリットはありますよというのが今回のお話です。で今回この動画を僕が撮ろうと思ったきっかけがですねえ僕が最近参加したオンライン講演会え松本茂先生のですね 英検準2級でも社会問題を英語で話せるようになるというねそういうオンライン講演会があったんですがそちらを参加した時の松本先生の言葉があー確かにそうだよなーってすごく思ったことがあったのでそこをですねちょっと今回自分の体験談も交えてお話をしていきたいと思います。で松本先生がが今回ね講演会ののの中ででおっっしゃってたのがこのセリフなんですよココツツっていうねそういうセリフです。 で、この背伸びしてみようっていうのはね、なかなかこう発想として生まれにくいと思うんですよね。えー、日本人ってどうしても謙虚なので、えー、英語学習者の方にこう言うとですね、えー、どうしても、いやいや、私はまだまだまだってね、えー、自分はまだまだ初心者ですって言いつつトイックが700点あるみたいな人が結構多いんですよね。で、そういう感じで、なんか初心者、初心者って言いつつも、実は英語力上がってるみたいな方が多くって、で、それに合わせて自分の英語テキストも結構ね、 こうベーシックなものからやっていこうとかベーシックなものだけでやっていこうとかねえ本当はここに興味があるんだけどそこにはまだ自分は早いからまだまだだって思ってえあえて、まあ、自分にとって簡単なテキストだけを選んんででるる人も結構いるんですよねで松本先生が今回講演会の中でおっしゃってたのが、まあ、自分が話したいことがあるのであれば今持っている英語力で話す方法はあるんですよっていうことをねおっしゃってましたでそののの手段の一つとしてこちらのえ最近発売された。 英単語一周環境編800というねこの本を使いながら、まあ、英検12級レベルの人がどうやったら社会問題について語れるようになるかっていうね、まあ、その具体的な方法について解説していました、まあ、もしねこの講演会の内容興味ある場合はこの動画の,の概要欄にねリンク貼っときますのでそちらから動画を購入することができます。で、えー、今回僕がお話を聞いて思ったのはこの背伸びをするメリットですね。 で、僕の体験談を振り返ってみると僕が過去にですね3冊のテキストで背伸びした経験がありますのでそこをちょっとね詳しく解説していきますねで、まず1冊目は DUO3.0 というね、えー、テキストですこちらね英単語帳です、まあ、知ってる人も多いかなと思いますで2冊目はコア1900ですね「速読速聴英単語コア1900」ですこれ松本先生がね監修されてる本ですね で、このコア1900とあと3冊目が同じく速読速聴シリーズの1000といい、うやつですね。はい、こちら当時のやつで今はですね1100になっているんですけれども、まあ、こんな感じでこれが今新しい方ですねでこっちの方は古い方で僕がやったのが1000の方でしたはい、でこんな感じです今まで自分が背伸びしたテキストというのは。 でそれ以外のものに関しては、あまり背伸びしないように、ちょうど自分のいいレベルのところでやってきたんですが、えー、この三冊は思いっきり背伸びしたものになります。ちょっと一冊ずつお話していきますね。まず、デオ三点ゼロなんですが、これはですね。まあ、僕が初めて背伸びした時の英語テキストになります。でこれ、今でも覚えてるんですが、初めてこの、ね、テキストを開いた時に、めちゃくちゃ難しい感じなんですよ。この短い例文なんですが、まあ、短い説ても結構長さありますけどね。 えー、ものによっては。で特に僕はこれユニット1からやっていったんでユニット1の例文を見て、まあ、最初の4分ぐらいかな45分ぐらいまでいった時点でもうね挫折しました実を言うと。あまりにも難しすぎて単語が1個1個がわからないでさらに文法もどうなってるのかわからない公文が取れないってことでね、まあ、結構撃沈したのを覚えています。まあ、それまで僕は えー、リオさんといにに手を出すす前に1年間ぐらいですね音読トレーニングを積み重ねてきてで自信があったんですよ結構結構分かるようになってきたなって思ったタイミングで、えー、僕の、えー、通っていたエイクアイアスクールのクラスメートがですね、えー、当時彼は、えー、トイックで700点ぐらい多分持ってたと思いますねでその彼がこれを勧めてくれてでよかったらこれいいんじゃないそろそろやってもいいんじゃないって言われて、えー、やったらですねいやーできなかったっていう感じでね もうその報告する時にめっちゃ悲しかったんですけど「いや自分にはまだ早すぎたもうダメもうこれもうあの続けられない」って言って僕は一回挫折しました、はい、でまた、あ、本棚にしまってしばらく置いといたんですが、まあ、その後ですね、まあ、頭を離して別のテキストねそれまでやってた自分にぴったり合うテキストを使ってたんですが、まあ、だんだんですね気になり始めてその本棚にしまったこのデュオ3.0がもう一回ちょっと開いてみようかなって。 で最初ちょっと舐めてかかせたからいきなりこう激鎮したんですがもう一回ちょっと他のユニットの例文も見てみてちょっとどのぐらい理解できるか全体を見てみたいなっていう気持ちに駆られたんですよそれで本棚からまた引っ張り出して2週間1週間か2週間後ぐらいですねで他のユニットの方をパラパラってめくってみたら結構ねユニットによっては分かったんですよね、まあ、例えばユニット6ですねセクション6でこの お店の店員さんとお客さんのやり取りが載ってたんですよ Anything else? That's it! For here or to go? To go みたいなねまあ、これはあのマクドナルドとかでよくね交わされる会話なんですがまあ、こういうなんか接客英会話みたいなやつってのも載ってたんですよね でそしたらあれこれ結構いけるじゃんって思ってですねでこの辺からやっていけばもしかしたらデュオ3.0いけるかもしれないと思って、まあ、テキストのそのセクションずつにこう順番で進んでいくんじゃなくて、えー、なんか虫食いみたいな感じでこのセクションはいけると思ったところをこう順不同にランダムにやっていくようにしましたでそしたらですね結構面白くなってきちゃってあのちょうどいい負荷のところを探して自分で目で確認してで徐々に徐々にやっていくんですよで慣れてきたら えちょっと難しめの残ったセクションをやるみたいな感じでやってったら結果的にですね一冊全部終わらせることがでできたんですねで、まあ、最初に撃沈したユニット1セクション1に関してはだいぶ後になってからやったんですがえその頃になる頃にはもう結構力がついてたので自分の中で。なので久々に戻ってきたこのセクション1の例文はその時の自分には理解できたんですよ。っていう感じでね あのその時はねすごく DUO3.0 ゼつらいなーって思ったんですがこの高い負荷の中でやってるうちにだんだんその負荷に慣れていってで結果的にこれ一冊を終わらせた時にはものすごいボキャブラリー力が上がっていたというね、まあ、そういう経験がありますので、まあ、僕にとっての最初のその大きなジャンプアップっていうのはこの DUO3.0 をやった時でした。ね、それがが本当にに、ね、ボキャブラリーが一気に伸びた時ですねでそこからしばらく経ってから今度「コア1900」ですねこちらをやりました。 でこれまあ今ねバージョンこれ4なんですが今はね5が出ています、えー、当時は4でしたが今はこちらのね5が出ている形ですちょっと色が違いますねこの帯とかのねで、えー、当時やったこのコア1900は僕は撃沈しましたやっぱり、えー、最初のユニット1 の例文を見てこれ確かね「海産物の話でしたね海産物50年後にも枯渇との報告」っていうねタイトルで、まあ、ちなみにこれねコア1900は生の英字新聞の素材から持ってきているものを、えー、素材として使ってますので本当にネイティブが読む、えー、素材を英語学習者が読むっていうね、まあ、そういうものになってますので、まあ、当然レベルは高いのは当たり前なんですが一応語位レベルで言うとこの DUO3.0 と同じ6000語レベルっていうなってたんですよ。 じゃ表記上はなのでディオ三点ゼロ終わらせて自分だったらいけるって思ったんですがまあちょっと激震しましたね、まあ、もちろん見出し語のレベルは確かにディオ三点ゼロと同じ内容だったんですよ見出し語ってのはねこの赤い部分ですね、えー、ここのこの本部の中で使われているここが見出し語ですよってねこの赤く色が変わってる部分ですね、えー、こんな感じの赤くなっている部分っていうのは、えー、確かにディオ三点ゼロで使われていたんですが。 えー、その以外の部分ですねその他の他黒字の部分が僕は知らない単語が多すぎたっていうのとあとはその英文の公文ののがが取れなかったったていうのがありますこの英字新聞の文字ってこの最初からピリオドまでのこの一文がめちゃくちゃ長いんですよ。そういうものが結構多いんですね。えー、普通に話す時みたくこうぶつ切りになってないのでこの長さに耐えられなくて僕は。 一体どこまでこの文章をついてるんだろうどこで意味の区切りを取ればいいんだろうってのは分からなかったのでまあ、撃沈してしまったというのがありますでまあこれ一回本棚に戻してですねまあ、その後しばらく離れましたもう何週間とかじゃなくてもう何ヶ月単位で離れていたんですがまあ、あるきっかけがありまして でそこでもう一回やることになりました。でそれがねカナダ留学なんですね。えー、僕はちょうどこの時三十一歳だったんですが、まあ、それまでやっていたジーンズショップの店長の仕事を辞めてでカナダにビジネス留学をしました。でそこで三ヶ月間ビジネス留学をしたんですが、まあ、そこでですね、えー、向こうで現地で生活している時にあの朝ですね、その駅の前で新聞が配られてるんですよ。でその新聞が無料なんですよね。でそれを渡されて電車の中でパサって読むんですが。 全然読めなかったんですねで、せっかくタダでもらったこの新聞で今自分が住んでいるこのカナダのバンクーバーで何が起こっているのかを知りたいっていう気持ちになったんですよ。ですがそれが読めないもどかしさを感じていいいやー英字新聞読めたらいいなーってその時初めて思ったんです、ね、で、すねその時にパッと思い出してそういえば「コア1900」は、えー「英字新聞」の生の素材使ってたじゃんって思い出したんですよ。で、実は 一応念のため僕はカナダに行くときにスーツケースの中にいろいろ英語テキストを詰めてたんですがその中の一冊がこれだったんですねなのでよし今こそコア1900人リベンジする時だと思ってですねで、その時には一応僕カナダ留学しながらその語学学校を通ったりあと現地の企業で働いたりしたんですが、まあ、そこでですね結構リーディングをいっぱいやってたんですねなんで今だったらこのリーディングに対するこの体制ができてるから、まあ、あの頃に比べたらこれ まだ読めるかもしれないと思ってですねえそして、まあ、もう一度開,い開きましたでその時にですねふとこの d 三 o 3 0のことも思い出しましてえ d 三 o 3 0はセクション1からやったら撃沈してで他のセクションからやったらいけたので、まあ、僕は今回もこれやってみようかなと思って、えー、目次を見ながらですね自分が興味のあるトピックでしかもパラパラっと見て英文が楽そうなものっていうのを選んでやってみたんですよ。そしたらいけたんですね。 そののの時に思思っったたはややぱりこう純不動でやるのが大事だなと思いましもうね最初の1ページ目からやっていくと撃沈する確率は高いなと思ったのでな,なぜかわからないんですけど一番最初の例文が難しいんですよねこれもそうですしこれもそうなんですが、まあ、ちなみにこのアドバンスの線もそうなんですがなんかね一番最初のセクション1だけがだけがというかセクション1は割と他のユニットに比べると難しいものが多い印象です。まあ、なぜなのかわからないまあ多分偶然だとは思うんですけどね。 という形ですでやり始めたら僕はこの時にはもうカナダにいて、えー、英字新聞が読めるようになりたいって思っていたので、えー、最初のこれを手に取っったたとは心境が違ってたんですねなので興味を持って読めましたしでしかも興味を持って読める中でも自分の本当に興味がある、えー、知りたい内容の、えー、トピックを選んでやったので当然理解度も変わってきます。でその結果あ 読めるかもしれないってなってでこれを音読素材としてぐるぐる回し続けてで結果的にですね一応このテキストも最後までいきました、まあ、最後といってもねこの後半の方の短い例文が載ってるやつこのえデュオっぽい感じのね内容があるんですがこれ短いやつに関しては僕は飛ばしてえあくまでこのね生の英字新聞の切り抜きですねえこちらの方はやりましたねえー、っていう形ですので一応こっちの記事に関しては 全部制覇したという形です自分でもねよく最後まで行ったなと当時思ったんですがやっぱりねやりやすい場所からこう攻めていってで最終的にちょっと残った部分ってのはやらないことも考えたんですが、まあ、ここまできたら最後ちょっと攻略してみるかと思って、まあ、最後一番最後にやったのはちなみにセクション1ユニット1だったんですが最後にラストボスとしてねラスボスとしてこの一番最初のユニット自分を沈めたやつをね倒そうと思ってやったら 最終的には理解できたという形です。で、まあ、その時の達成感はすごいありましたね。コアは千九百一冊終わらせたぞってね。まあ、一冊といっても、まあ、前半の方だけですけども。まあ、すごい喜びを感じました。で、次に、最後がアドバンスドせんですね、うんえー。このテキストにトライしたという形です。で、この時は、実は、僕、英検一級にトライしようとしてたんですね。で、実は、この英検一級自体も、すごい自分にとっては背伸びだったんですよ。まあ、当時、僕はトイックの点数で言うと、九百点台前半。 ぐらいですね半ばから前半ぐらいを行ったり来たりしてる感じだったんですがえその状態で「英検一級の問題集を読んだらですね、まあ、全然読めないんですよ。ほ、まあ、本当にボキャブラリーが足りないってことが気づきまして、まあ、トイックの問題の中ではほとんど知らない単語がなくなってきて,てたのに英検一級にに関しては本当わからないといととうことでね、まあ、自分にとっては明らかに背伸びだったんですが、まあ、ちょっとやってみたいなっていう気持ちになったんですよね。だだかかららやややっっってててみたいやりたいいりるんだって思って でその方法としてこのねアドバンスド1000まあ今だと1100ですけどものテキストを、えー、選んでですねでこれを音読素材として使いましたでやっぱりですねここでも一回挫折してます、えー、これもですねセクション1から始めたのかなユニット1が難しくてですねこれ大間伐ね、えー、今でも覚えてますこのオーストラリアの間伐のお話なんですが、えー、これが難しくてですねもう撃沈してしまいましてね、えー、そしてやっぱりこれ一回本棚に戻してですね でその後ちょっと簡単なあの例文が載っているこの「菊ンですねアルクが出しているキクタンの英検一級ですねえこちらをやりましたでこれは例文が短めで分かりやすいので、えー、これ使ってボキャブラリーやりながらですねでしばらく経った頃にもう一回この「アドバンスド線」に戻ってきてでここでもまあ忘れてたんですがそういえばユニット1から始めちゃダメだったんじゃんって思ってですね 過去デュオ3.0コア,ア1900でセクション1からやって潰れてるのにまたやっちゃったんですよねここで。なんでもう一回ですねこの思い出してえじゃあアドバンスド1000の方でもちょっと簡単そうというか自分が興味のあるやつからいこうということで「えー、日本人の熟年離婚」という記事があったんですが、まあ、そちらを使ってですね、えー、や,やり始めました、まあ、そこが一番自分が興味があったんでね。でそっからやり始めたらだん,だん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 楽しくなってきてあこれはいけるかもしれないということで徐々に徐々にですね虫食い状態で。 まあ、いろんなユニットを行ったり来たりしながら、えー、虫食いしつつですね、まあ、最終的には全部潰していってで最後はやっぱりラスボスの、えー、このユニット1をですね、えー、制覇して終わったという形ですで、まあ、そんなのが僕の過去のその背伸び体験談なんですよテキストで言うとでここで僕が感じたこととしてはですね、えー、この2つですまずもし終わらせることができた場合一気に伸びる可能性があるということ で、あともう一つはモチベアップになるということですね。まあ、これは達成感ですえー、ディオ3.0を初めて終わらせた時はものすごい達成感に包まれました。もうね、この自分を苦しめたあのテキストデュオ3.0が今ならできた。今できたんだ。自分はっていうこのね。喜びですよ。もうこれはね。あの1度味わったらもう本当に2回目、3回目味わいたいなって思っちゃうような達成感でしたね。 で、実際にそれに合わせてちゃんと英語力もついたので、まあ、自分の中では d 三 o 3 0は初めて背伸びしたテキストとして今でもすごく記憶に残っているテキストです、まあ、だからこそ僕はねこれ動画セミナーにしてこの d 三 o 3 0完全マスターコースってやつを作ってるんですが、まあ、本当に自分の英語力を大きく変えてくれたテキストそして自分が背伸びするきっかけを与えてくれたテキストというのがね d 三 o 3 0です。でこの話を聞いてもしかしたらあなたはこう思ったかもしれません。いや、それは、 四半大深夜がね最後まで行けたから、ねえー、最後まで仕上げたからモチベーションが上がったんであって土地で挫折したらモチベーション下がるでしょ、ね、だから私はやらないんですって思えたかもしれません、えー、ですが確かにその最後まで行けた時にしか達成感はないかもしれないんですがでもね僕さっき言いました挫折したっていう話ね、えー、もう土地でダメだって思って本棚に戻したっていう時期が何回かあるわけですこれ毎回毎回ですね えー、それぞれの回であるんですがその期間にじゃあモチベーション落ちたのかって言ったら結構そうでもなかったんですよ。っていうのも例えば「では3.0やります」で「撃沈します」で「本棚に戻します」でその時にですね普段やってるテキストに戻るんですがその時にすごい集中力が上がったんですよなぜかわからないけどまあ多分ですけど悔しさだったのかなとは思うんですよね。えー、これがかからなっっったくそーって思って で,で元の自分の快適なテキストに戻るとあーやっぱこれはいいわーってなってで気持ちがより込め,込めた状態で音読ができたんですよ。でさらに今自分がやってるテキストをやりつつもなんかねやっぱりこう「デュオサンテスエラ」が気になっちゃってススパイスが欲しいって感覚ななんですよねんとなくわかりますかねこの,のたまに辛いものが食べたくなる感覚。なんかすごいこれを食べたら やけどするぐらいヒリヒリするって分かってるのに一回ちょっとその刺激を味わったらもう一回味わってみたいなーなんて思っちゃうやつあの感覚に結構近くてですね「まあ、デ DU3.0」は僕の中で当時ね「激辛ラーメン」っていうふうにね自分の中で呼んでたんですがこの激辛ラーメンをもう一回味わってみたいなっていうなんか不思議な感覚になったんですよね。でもちろん最後まで一気に食べきろうと思ったら絶対ねお腹壊すのと同じようにモチベーション落ちると思うんですが。 まあ普段は自分にぴったり合ったテキストをやりつつもたまにですねこの激辛ラーメンに手を出してちょい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 こうねスパイスを味わってみるっていうのも実はねモチベーションのアップに役立ったんですよ。これちょっと人によるかもしれないんですけどね全ての人にこの方法をおすすめできないかもしれないんですが、まあ、僕の感覚としてはそんな感覚でした当時の。なんでコア、まあ、1900とかアドバンスの1000も実は同じで、まあ、これをがっつり取り組んで仕上げるぞって感じでやるっていうよりも普段、 それまで自分がやってる英語テキスト音読とか瞬間作文の素材をやりつつ、まあ、たまにちょいちょいこう、ね、手を出して辛い思いをしてですねでその辛いやつが辛くなくなるまでマイルドな味になるまでひたすらこう噛み砕いていく、まあ、つまり音読をして体にすり込んでいくという方法ですねをやっていました。 でその結果またちょっとねここがマイルドになってくると次の刺激が欲しくなってでちょっとスパイスを求めてですね別のユニットを探しに行くみたいな、まあ、そんな感じでやってたんですよね。でそんなことしてる間に怖いもの見たさでちょいちょいやってる間にいつの間にか、えー、全部制覇してしまったというのが正直なところです。なんでこれを一冊何としてでも終わらせるぞみたいなそういう気合いと根性でやろうとしてなかったってのは逆に良かったのかもしれませんね。 もちろんねこれある程度慣れてきたら、まあ、3分の1ぐらいやった時点でもうこれ1本でも大丈夫かなって思ったらそっちに乗り換えて、まあ、ここで1本だけで頑張ったって時期もあるんですが、まあ、そこてい,たという感じです、ね、でそう,いう,うにやっていたら多分この達成感が得られなくて残念っていう気持ちにならないんじゃないかなと思うんですよ。であとはこの1冊を全部仕上げたら達成感っていうよりもどっちかっていうとその1ユニット分ですね。 最初の頃分かりにくかったこの1ユニット分が今では分かるようになるっていうふうに1ユニットごとにこう達成感を得られるようにしていくといいと思いますね。実際僕ももそんな感じでしたもう一個ユニットを制覇したら自分の中で「よっしゃ!」っていう気持ちになりましたしでそのまた喜びを感じたくてまた別のユニットに手を出すっていう感覚だったんですよ。 でそのこのね小さな細かい達成感っていうのを自分の中で作っていくっていうのもこの背伸び英会話背伸び英語学習をする上で大事なことかなと思います。はい、以上ががでですね、え僕が背伸びししたた。体験談でした、まあ、とはいえですね本当に背伸びし続けるのは絶対良くないいと思います。もう途中で息切れしてしまって嫌になってしまう可能性がありますので、まあ、僕のおすすめとしてはまずは自分の中でえちょうど いいいと感じるレベルの一冊をしっかり押さえておいておこれをメインでやりつつもたまにこうね刺激を求めてスパイスを求めてこういうね背伸びテキストに手を出してみるというのがおすすめです。でもしあなたがまだ自分の中でぴったり合うテキストを見つけられてないねメインのテキストを見つけられてないっていう場合はえ僕の作っている動画セミナーを受けてみてください。え自分にぴったり合う英語テキストの選び方動画セミナーというのを無料で受けられますのでこの動画のその概要欄ぜひチェックしてみてください。 はい、では以上です。Thank you for watching!See you later!